はい、皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは、KK でございます。ということで、今日もドクトウツランクバトルやっていきたいと思います。どうしましょうか。なるほど。はい、はい、はいの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 。なるほど。風呂ちゃん行って、人妻行って、ラス1どっち地下入れときたい、バレちゃん。いや、ブロちゃんじゃない？ちょっと待ってね。はい、はい、はい。はい、はい、はい、はい。ブロちゃんじゃね？てな感じの3匹でやっていきましょう。対戦よろしくお願いします。さあ、初手デカヌちゃんということで、なーるへっそ、電磁波やらなんやら巻いてきますよね。ニュート出しておきたいところだが、ここはしゃーない。ここは第一連打していきますか。お、角に持っていけるんだ。あ、急所か。まあ、それでも確定2発は持っていけるかな。壁張り。リフレクター覚えてんのかな。ちょっとステロ巻いとくか。裏に、裏がマンダとかいた場合、ステロ巻いといた方がいいと思うんで、一旦、攻撃食らってもしゃあないんで、もう、眠る。眠る。眠かご。めんどくさいパターンだが、まあいいでしょう。まあ、しゃあない、しゃあない。眠る、光の壁。なんだろう。ちょっと怖いな。ここ、ニュート出しときます。さあ、行っておいで。頑張って厳選した16匹目ぐらいの色違い。ドーン！さあ、16匹目ぐらい。で、やっと出た。え、はたきされましたと。はい。はい、まずい。でも、この威力だったら、身代わりで、壊れないと。デカハンマーしてきたら、最後、アンコールで、悪あがき状態になるという、感じになりますが、ちょっと落とされたのはまずいかな。回復ができなくなったんで、身代わりの回数がちょっと減っちゃいますね。はたき、大丈夫、落ちない。あのダメージだったら壊れない。OK。じゃあ、毒毒。いや、毒毒入れてもダメなのか。いや、毒毒でいいや。1個目、おっかい、裏に。決まった。裏に毒が決まりました。バンギラスどうぞご自由にいらっしゃいな。さあ、ステロダメ入り、砂嵐がちょっとめんどくさいが、まあしゃあない。ここは毒を入れ、じわじわとやっていきましょう。もう裏に、ブロちゃんがいるんで、あとはブロちゃんで全抜きでいいんじゃない。さあ、徐々に徐々に、ダメージを減らしていきましょうか。 S は勝っちゃってるんで、こっち特にやることないんで、オバヒとか打っときましょうか。とりあえずできるだけダメージを与えておきましょう。ほぼ効かないんでしょうが、こちらもあまり有効打がないんでね。地震連打をしてきました。ここアンコール決めます。ここでアンコールをすることによって、エンニュートをやられた後、風船ブロちゃんを出して、地震連打しかできない状況にして、交代をせざるを得ない状況にしていきましょう。さあ、ここは捨てでアンコール打ちます。こういう動きできるの強いよな。さあ、これ地震しか打てなくなりましたので、
自信打ってきてくださいと。この動き強いな。今考えたけど今ちょうど今考えた動きやけど強えな。普通に考えればこの動き強えわ。さあこれで相手は自信しか打てなくなりまして、ここでブロちゃんを出しまして、必ず交代をしないといけない。交代せずに自信を打ち込むのであれば、僕のギアチェンジが、ぐんぐん回っていく。でも交代すればステルスロックが刺さっていくという、三重苦、三重苦がやってまいりました。三重苦ギアチェン。さあかませ。この苦しみ味わうがいい。お、突っ込んできた。いいのかい？うちのブロちゃんギアを回しまくるぞ。いいのかい？そんなことをして引きませんと。引いた方が良かったんじゃないか。その毒のせいでもステルスロックが受からない可能性がまだ受かりますね。さあアンコール状態は、まだ続いています。ここもギアチェンジ大安定と。さあ毒で落ちてしまったか。さあ毒でバンギラスを落としまして、ギアチェンジで A2 段階上昇、 S4 段階上昇のブロちゃんが完成しまし、してまあ、ノーダメージなんで風船も壊れていないんで地面技も当たりませんと。デカヌちゃんの HP 的にも、デカヌちゃんの HP マックスか、まあ、マックスでも関係ない、うん、関係ない。マックスでも関係ない。 A2 段階上昇してるんで関係ないっす。猫魂を覚えているんだっけ君は。尖った岩で、なりまして、待って、ここテラバするメリット、まあ、ここであいつを出さなかったってことはグレーンアルマはいないか。うら、アーマーが臭いな。ってことはここはテラスタルを切って一発で落としていった方がいい。アイアンヘッドもしかしたら耐えられる可能性やないわ。デカヌちゃん B 低いんだ。いやでもここはかっこよくテラバスといこっか。いやダメだ、間違えた。いや大丈夫、相手のテラスタル鋼の可能性あるし、これでいいのか。そうだそうだ、フェアリーにされたら抜群でいいんだけど、フェアリーにする価値は相手ないじゃん。相手はわざわざフェアリータイプで鋼の弱点つくメリットはないから、するとしたらテラスタルは鋼なんですよ。ないけどね、まあ、まあしないとは思いますけど。さあテラバーストかまします。デカヌちゃん突破でラス1アマガーとかでしょ。いやだったら出してるか、だったら先に出してるか。ドラファルトが真ん中ぐらい、そのあたりじゃない。ドラパンマンダあたりだったらきついな。鋼テラスタル残ってる可能性あるんだよね。マンダだったらまだ飛行の可能性も全然あるんだけど、ドラパルトだった場合、鋼テラスタルがあるんで、グレンアルマでした。グレンアルマンマンでしたと。ダストシュート当てる？まあ、うちのブロちゃんは当てます。はい、当てます、うちのブロちゃんは。対戦ありがとうございました。はい、では第2試合目始めていきたいと思いまーす。これ炎乳とくっそ刺さってね耐久ばっかやん、毒で殴り殺してるわ。まあ、初手からかますのはさすがにきついんで、ドラッパちゃんがいるから。なので初手はまあステロ負けるキラフロール入れておいて、人妻ぶち込んどいて、で天然が2匹いるのでブロちゃんダメなので、ここはドラミドロがいいのかなと思いますって感じの3匹でやっていきましょう。対戦よろしくお願いします。さあやってくぜと。初手サーフ号、まあいいでしょう。初手サーフ号なんで、スカーフトリックの可能性も考え、初手は大地の力を打っていきます。ここで慌ててステロを打ってしまうと、トリックされた場合、勝てなくなるんで、トリッ
ック警戒の大地から入っていきます。まあ、攻撃してきたらしてきたで、多分まあ臆病個体にしている方は少ないだろうし、 S ぶっぱするんだったらトリック型のスカーフ持ちだろうしって感じなんで、まあ、基本的にスカーフ持ちじゃなければ S は勝ってるはずなので、大丈夫なはずなんですが、S 勝ってて大地の力を噴射しました。耐久に振ってますね。これゴールドラッシュぶち込んできた。でこれで S は明らかこちら勝ってて大地の力で倒せる状況になってるんで、相手は必ずここで、サーフを引いてくると思うんですよね。一般的な考えだとすると引いてくると思うので、ここでステルスロック巻いておきましょう。まあ、引いてくるとすれば地面技が効かない草タイプの、あいつオリーバか、アーマーガーあたりがいたら引いてくると思うんですが、どうでしょうか。まあ、ここで倒されても、HP が残り少ないサーフ号に対してこちら有利対面取ることが可能なので、デストロスロックを巻いた状態で退場できるんで、退場できても理想の動き、まあ、引いてきたら引いてきたでストロー負けて次のターンも動けるっていう感じなんで大丈夫です。まあ、サーフ号突破できなくはないんで、裏のポケモンで。まあ、ここでゴールドラッシュ2回打った状態なので、特攻が2段階下がった状態だと、おそらくエンニュートの身代わりで壊れることはないと思うんで、ここでエンニュート、出していきましょう。ドラミドロはまだ、ラウドボーンあたりに対策残しておかないと、やってらんないんで、残しておきまして、アンコールするのもいいんですけど、一旦身代わり貼っときましょう。引いてくる可能性が、8割ぐらいあるんで、ここで突っ込む確率はほぼないとは思うんですよ。まあ、突っ込んでくるとしたらシャドーボールを打ってくるパターンなんですけど、まあダメージほぼ通らないだろうし、結局身代わり先に貼れちゃうんで、殴ってくるなら殴ってくるでオーバーヒートで処理して、まあ、引いてきたら身代わりが残った状態で裏のポケモンと対面できるので、まあ、理想としては引いてくれるのがありがたいけど、まあ、引くよね。死に段階下がってちゃさすがに引くよねとなりまして、ラウドボーンが飛んできます。どうぞご自由に。そうですね、フリアソングがあれですあれです、みんな大好きラウドボーンのフリアソングが、身代わり貫通になってますので、早めに毒をまいて怠けるをさせないといけないので、まずは初手毒毒速攻かましていきます。そして相手が怠けるをした瞬間、こちらの勝ちは確定するんで、早く怠けさせないといけないと言ってますね。で、相手が受け気味のパーティーなので C に振ってることはおそらくない。おそらく HB 特化の、ラウドボーンで、まあ、火力面はフリアソングで補っていくっていう方だと思いますので、まあ、頑張ってフリアソングをエンニュートちゃんが耐えることを目的にひたすら耐え抜きます。ひたすらひたのすら耐え抜きます。頑張って耐え抜きます。ラムの実は知らん。 OK 大地、あー大地なんだ。フレアソング打たないんだ。はー、なるへそ。そのパターンだとめちゃくちゃありがたいんですよね、これ。身代わり、うん。まあ、C 上がらないから全然そっちはありがたいんですけど。だったらこちら身代わり連打していくまでなんですよ。HP 的におそらくこちらの身代わりが有利なので、全然問題はないはずなんですよ。ここでフリアソングに切り替えてこられたらちょっと打ってなりますけど、まあ一旦大地の力打っちゃったんで、おそらく有利、こちらのが有利とは思うんですが、悩んでますね。どうします？うちの人妻がひたすら、身代わりを置いて、浮気をバレずにカバーしてますよ。さあ第一連打は非常にありがたい、非常にありがたい、助かる。引
光を照らしたら欲しいなと思いつついや、エンニュートで光を照らしたらいけない、ヘドロ持ってるから、まあ、食べ残しに変えたらいいじゃないかって思うけど、トリック対策のヘドロなんで、トリックされた時に相手に毒を与えるためのヘドロなんで、テラストラはしない前提でこの子は育成しております。身代わりエンダまだ、身代わりしてもフリアソングで耐えるんで大丈夫です、問題ないです。さあ身代わり頼むよ。フリアソングはまだ打ってこない、まだ大地のはず。 OK、いつ怠けますか、あなたは。いつあなたはお怠けるを打つんですかい。頼みますよ。まだ2回打てるんで、そろそろ怠ける打たないとまずいよね、相手。そろそろ怠けないとまずいんじゃない。どうするよ。アンコールまだ見せてないんで、怠けた瞬間君の負けだよ。さあ何を打つ。フレアソングは40だとまだ耐えるはず。41でフレアソング落ちない、半減だし落ちない。 C ぶっぱだったら落ちる可能性もあるかもしれないんですけど、まあおそらく耐久に振ってるんで落ちることはない。さあ身代わり大地打つ。どうだい、何を打つんだい。大地の力を打っていきます。なるほどね、と。なるほど、はい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 、わかりました。このターンフレアソング飛んでくる可能性が、非常に高いのでオーバーヒートで落とします。さすがに落ちる。 D には振ってないだろうし、さすがに落ちると思うんでオーバーヒート打ちます。このターン絶対フレアソング打つもん、もう見えてる。身代わり打って HP11 になって、大丈夫と思いきや大地じゃなくてフリアソングが飛んでくるっていう、そういうパターンが見え見えしてるんで落としていきましょう。さあ悩んでますね。だがもう関係ない、ここまで HP を削ることができればもう関係ないよ。ここで引いてくるってパターンはなかったね、オーバーヒート。さあラウドボーン突破と。 OKOK ナイス。あとはサーフ号を突破できれば、こちらの勝ちになりますかね、まあ、おそらくこちらの勝ちになりますでしょう。最後の1匹がまだ何か見えてないんで、そのポケモン次第ですけど、オリーバ、なるほど。まず宿り木を警戒しないといけないんで、身代わりから入ります。オリーバ何できんの君、ヤドリギ以外に何ができんの。ヤドリギまあ裏サーフ号もオーバーヒートで積んでるもんね。そうだよね、それしかできないよね。アンコール打ちます。はい、君はもうヤドリギの種しか対戦ありがとうございました。